パトリアムンブネモネモは、フィンランドの国防企業パトリア社が開発した、合計 120mm の砲塔式、自動迫撃砲である。ネモは、パトリア社製造の2連装砲塔式 120mm 自動迫撃砲システム、エーモスを単層化させる形で開発されたため、基本的に迫撃砲ユニットは同一の設計と、性能であるが、 単層化によって軽量化と小スペース化が進んだ代償に連射速度が低下している。エーモス譲りの低反動性と直射砲撃能力はそのままに小型化した砲塔はステルス性を意識した角型デザインとなっており、砲身自体も赤外線放射対策を兼ねたカバーに包まれている。ネモ自動迫撃砲は既存の装甲兵員輸送車の屋根部分に組み付ける。 ことが可能であるほか、フィンランド製のユルモ型上陸用集艇や、スウェーデン製の CB90 などの小型艇にも搭載可能である。最初の採用国は、スロベニアであり、同国陸軍がパトリア社と2006年12月20日に調印し、正式採用したパトリアアームブ総輪装甲車135両のうちの24両に搭載されている。また、アラブ首長国連邦のアムブ、 同国海軍が12隻購入した、小海艇の一部には、海軍仕様ネモが搭載されている。サウジアラビア陸軍は、ラブ2搭載用として36機分のネモ、砲塔装備一式を購入している。スロベニア陸軍の新型 APC、パトリア・アムブ・ディフェンス・インダストリー・デリー2006年12月21日、2012年5月17日確認、ディフェンス・プロフェッショナルズ、 パトリア、ネモネービーモルタルシステムセレクテッド 4UAE、ハット、アームストレイドコンサルティング。ありがとうございます。